こんばんは。あら、なんかずいぶん低いところにあるな、この駅名表。ここは筑豊本線の新飯塚駅です。博多から筑豊、なんだっけ、福北豊か線に乗ってきました。笹栗線と筑豊本線の直通列車。お、夜はキハ47を使うんだな。いつも日中は1両だったと思ったんですが、向こうのホームは、ここから出て田賀五島寺まで行きます。五島寺線の普通列車です。五島寺線の最終列車が今出ていったところです。さっきね、改札口であの最終列車をめがけて走っていた2人組のおじさんがいましたが、残念ながらこの感じだと最終列車には乗れなかったみたいですね。これが新飯塚駅舎か、いつ建てたやつか分かんないけど、まあまあ新しそうな感じはしますよね。でも多分ね、昭和の建物だと思いますけど、駅の周りもまあ結構街だ。筑豊っていうとなんとなく寂しいような響きだと感じるという話を前にもしたと思うんですが、ここはですね、もともとは、たくさん炭が取れる炭産地、として知られておりました。三炭地かな、どちらか忘れちゃったんです。まあ、炭の取れるところで、たくさんの人たちが炭鉱マンとして働いていたんですが、その後、人件費が高くつきすぎるということで日本人の労働者を雇い、日本で石炭を産出するというのはやめ、現在は、そういう仕事産業は特にありません。なんとなく街がなんていうの、こう健全に時代が過ぎていったって言ったら、あの夕張市が不健全なのかって感じですけど、あの時代をそのままこう経ていって、人がまだ残ってる夕張市みたいな、なんかそんな印象を受けますけど、気のせいかな。なんかこう土地が結構小さくて、あの個人商店的なものが多く目立つような気がするんですけど、今日はもうホテルもね、あの泊まれなかったら困るんで予約してあるわけですけど、ビジネスホテル大和屋だって、まあ、今の時間もう11時前ですからね、今から飛び入りで泊まれますかってのもおかしな話ですけど、そういうことができるなら、ね、ちょっと今度はやってみたいですよね。あの今日はさすがに泊まりませんけどね。ビジネスホテル大和屋、なかなか味があります。まだ入り口には電気も灯っています。なんか飯塚は治安が悪いって聞いたけど、確かにそうだな。道でなんか大の大人、男が 5,6 人集まって、なんか道の、こう真ん中塞いでなんか大騒ぎしてる。まあたまたまかもしれませんけどね。さて、まあ普通の繁華街という印象でね、よく筑豊ナンバーの車はやばいから近づくなとか、なんかそういうことをネットに書いてあるの見ますけど、なんかそういう、なんかやばいとか危険みたいな印象は全く受けませんけどね。普通の繁華街っていう感じですよ。それもとても味があります。なんだろうな、なんかね、街並みが不思議だなって感じるのは、大きなああいう感じの開発された駅があって、駅前のロータリーも立派で、で街も活動がいろいろと感じられて、まあ、ちゃんとした立派なところだと思うんですけど、すぐなんかこういう古風な住宅街に入るんですよね、駅を一歩裏に入ると。なんかこう、あまりにも駅前の印象と、それから奥に入ったところの印象が離れている気がします。で、私の泊まるホテルは、ただこの市役所の隣のこんな立派なところなのか、野上プレジデントホテルって書いてあるんですけどね、ここ、確かここだったと思うんだな、私が予約したところ。こんなに大きいと思わなかったな。野上っていうのがね、個人の名前ですから、まあ、なんかこう、個人が始めて、まあまあ大きくなってきたホテルかなと思ったんですが、超立派。空室はシングルがあと1部屋だけということでした。少なくとも予約サイトを見る限りね。ああ、でもこれなんかかっこいいですよね。読売新聞筑豊支局、朝日新聞筑豊支局、そして毎日新聞筑豊支局、まあ、筑豊支局が全部一つのこのビルに入っていて、この飯塚こそが筑豊の中心であるのだということが看板からも伺うことできます。まあ、なんだかんだまだ11時になってないんでね、晩酌っていうか別に酒は飲みませんけど、ローソンじゃない、セブンイレブン寄ってこう。ホテルで泊まる前の買い出し、特にシングル一人で泊まるときってなんかね、こうワクワクするんですよね。うっかりスイッチ切っちゃいましたけどね、麻生商事株式会社って書いてありますよ。これ見るとやっぱ、あ、筑豊って感じがする。さっきはね、福岡空港に着いた時、バーンと大きな麻生商事の広告でしてね、あ、福岡だなと思いました。もうこの辺り、今でも、当時は石炭、今は、麻生の炭鉱はありませんけども、今でもやっぱりセメントの採掘をしている、立派な大会社です。なんでこんな立派なホテルなのか。一応開業から30年ということで、結構新しいですね。リニューアル工事もしてるみたい。結構綺麗だな。で、止まってる車のナンバー見るとね、ほとんど福岡ナンバーなんですよ。まあ、ここも福岡県で、福岡市から電車で1時間ぐらいで来られるんですけど、私は実際にそうしてきたんですが、まあ、ただ電車で1時間、車でもだいたい1時間の距離だと泊まりたいって人も結構多いんですね。なんか予想なしだけど、結構いいと。
匂いもなんかいい感じ、あのいいホテルの匂いがします。30年くらい前に作られたいいホテルの匂いね。あらかじめ暖房がついてるのなの、あのねホテルの都合でお部屋がツインになっておりますが、そのままお使いくださいということです。すごいびっくりだこれ、なにこれ、めっちゃ広くないですか。これあの今回ね宿泊代いくらだっけな、7370円税込みだったんですけど、えこんないいホテルなの。そ確かにまあプレジデントホテルって言うからね、まあ、プレジデント名前負けしてないわ。びっくりだな、こんないいホテルがあるとは知らなかった。しかも今日土曜日で最後の一室とかでこれだったんですけど、まあどういうツインなのか分かんないですけどね、あのすごいなんかもしかしたら最上級デラックスツインみたいなそういう客室でこれだったのかもしれないし、通常のツインでこれなのかもしれないし、まあ、たまにあるじゃないですか、あの、まあ、てうちのチャンネルもしょっちゅうありますけどね、あのホテルってねあの予約しててもあの客室がもうこう足りなくなってきたりとか予備の部屋を売ったりとかして、もう本来であれば、もっとこう安いはずの部屋なのにあの夜遅い時間にチェックインするとすごいいい部屋にあのランクアップしてくれる、まあ、あの航空会社のねインボラアップグレードっていうんですか、あのエコノミークラス予約したのにビジネスクラスになったみたいな、 JR だとそういうのないけど、まあ、こうホテルだとよくあるんですよ。にしても広いなこれ、びっくりだ。通路とかこのドアの広さがちょっとやばいですよね。風呂もなんかちょっと広そうですよね、これ。見てみよう。あ、意外と普通だったな。じゃあこの、こっから、ここには何があるんだろう。ちょっと気になりますけどね。うちの部屋711なんですが、お隣712も、あ、なんかうちの部屋よりも707の方が広そうだけど、これが正しいなら、かなり広い部類の部屋に泊まってはいるみたいですね。この辺なんか多分シングル用なんでしょうけど、その倍ぐらいの幅ありそうだな。ああ。普通この半分の幅あれば十分ですもんね。広っ。冷蔵庫。あ、これもしかしてあれか？あ、販売式の冷蔵庫ではないみたいですね。冷蔵庫の電源を入れる際は、あ、つまみを、つまりデフォルトでスイッチはオフなんだ。それからこの、なんか随分いいテレビっていうか、こう、この下のこれがまずいいよ。なんか平安時代かなみたいな。あれこれ。で、あと、まあ、さっきね、あのまだ動画で言ってなくて思ったんですけど、これもまた、なんかこう、菊の御紋みたいなのがついてる。まあ、菊の御紋とはちょっとその、菊の数が違うみたいだから、さすがにね、皇室日本国のマークそんなところで使えないんでしょうけど、この調度品もなんか良さそうに見えるけど、見えるだけ？いや、なんか随分私にはかなり質の高いものに感じますよ。あのさっきエレベーターのところね、あのこのホテルにはこれがあります、何階は何ですって書いてあるのも皆さん見たと思うんですけど、予想以上にいい、まあ、要するにシティホテルだったんですよね。ここ普通のレストランもあるし、それからあとはなんだあれ、あれですよ、和食レストランみたいなのもあったし、喫茶店の営業もあるとかで相当すごいみたい。でここから飯塚市役所が見下ろせるのは、なんたって飯塚市役所より立派な建物に泊まってますんでね、これ開けられるかな、ちょっと開けんな、まあ、大体このやつはこういうパターンなんですけど、ここいじった後押せば開くか。窓もまあまあ開きますね。まあ、外は結構寒いのに対してこの部屋はかなり温度が高いんで、もうちょっと開けておこうかなと思いますけど、まあ、あらかじめ暖房効かしておいてくれたってことかな。市役所も結構立派な建物ですよね。で本当に駐車場がいっぱいあるな。なんでこんなに。こっちも全部なんか、あの辺も駐車場じゃないですか。あれは木が茂ってるから違うから、でもこれはそうですよね。で、コインパーキングみたいですけど、これは市役所の駐車場の入り口って書いてあるな。じゃあ、ここが市役所の駐車場なら、ここは何なんだろうな。これ市役所の駐車場じゃないの？謎だ。下は、まあもちろん言わずもがなホテルの駐車場でございます。新飯塚駅もここから一応ちょっと見えるって感じですね。これが、さっき私が動画撮ってた、あの、駅のホームの上に上がる跨線橋じゃないかなと思います。あそこからのご当地線の最終列車行っちゃいましたみたいなやってたんですね。スリッパは使い捨てのやつもあるみたいですけど、別に私は他の人と一緒でいいんでね。で、これね、
清潔快適なあなた様だけの使い捨てスリッパです、ご自由にお持ち帰りくださいって。このスリッパ日本全国いろんなところであるんですよ。こういう風なことが書いてあなた様って書いてこの独特の言い回しのこれ書いてるやつね。これねどの会社がやってるのかちょっと気になるんですよね。なんでこんな不思議なあの書き方をしてるこの会社がかなりのシェアを今持ってるんだろう。まあ別にあのおかしなことじゃないですけどね、昔からあの周囲を持っていた会社がずっとやってるっていうのは。これねコンビニで買ってきました、あのノンアルコールビールの中ではこれが一番美味しいわけですが、いいですねこの古風な感じがまたいい。消毒済みこれですよ、これがあのクラシックなホテルっていう感じがする。まあ本当のクラシックホテルとはまた意味が違いますけどね。じゃあここで晩酌にするか。なんか随分こう何から何までデラックスって感じだな。この妙に豪華だな。調度品もおバイブルが入ってる。こっちはお、なんかこれ九州プレミアムだって。こんなやつがあってなんかこうあるのかないのか分かんないんだけど、送料無料水炊きセット。ああなるほどね、まあ、なんかあんまこう真剣にこれを売りつけるっていうつもりはないみたいですね。売りつけるっていうかね、ご案内とかも書いてあるわ。やっぱね缶ビールは継いだ方が美味しいらしいですね。あまりそこまでの味の違いは分かんないですけど、美味しいとは思って飲んでるんですよこれ。よし、この01っていうやつが人工甘味料が一番入ってなくて美味しいビールだと思います。一応普通のビールも飲んだことありますけど、これが普通のビールの味に一番近いんじゃないですかね。よし、明日朝もまあまあ早いんでね、7時半にはここを出ないと遅刻するな。能形駅に8時に行かなきゃいけないんですよ。本当は能形に行きたかったんですけどね、これ春巻きです、あのセブンイレブンで買ってきたやつ。うん、おいしいわ、うん、結構おいしいなこれおいしい、うん、なんか福岡らしいものを買おうと思ったんですけど、あの福岡県のいちごのね、栃木県のとちおとめと競合するあまおうっていうやつを使った期間限定のプリンみたいになって買おうかなと思ったんですが、これプリンはないよなと思ってね、さすがにやめました。うん、全日空の機内食で酒のつまみみたいなのを延々とずっと食べてたんで、これで塩分取りすぎなんじゃないかって気がして心配なんですけど、まあ今日は朝ごはん食べてないから大丈夫かな。セブンの80円ぐらいの腹巻きなかなか合いますねこれ、美味しいよ。おつまみは全部なくなっちゃってビールはまだまだあるんですけど、他に撮る動画もあるんで、まあとりあえずこの辺にしとくかな。はい、で翌朝なんですけども、本日は12月22日、日曜日なんですが、こんなに暗いとはね、びっくりだ。今日は冬至なんですよ。日本で1年で一番日が短いのは今日なんですけども、朝の7時これか、さっきもっと暗かったですからね。下もまあ見えるは見えますけど、このカメラちょっと感度を今上げてるんでね、あの実際よりもちょっと明るく見えちゃってますが、もっと暗いですよこれね。うん、じゃあもうすぐ出発しよう。今何時かって言いましたっけ、朝の7時、まあ正確にはもう7時6分になってるな。よいしょ、朝ごはんの朝食券があるんですけど、まあ、7時22分の電車乗んなきゃいけないんですよね。朝ごはん7時から食べられるんだから、あと10分だけ早く起きとくべきだったな。バカなことしたな。もう食べる時間ないっすよね。なんかね、朝食付きプランしかなかったんですよ多分。
まあ、本当に朝食付きしかないのか分かんないんですけど、まあ、私が、予約で検索したのを見るに、まあ、7000何百円の朝食付きしかなかった。まあ、すごく良さそうではありましたけどね。いや、恐るべき寒さだ、びっくりだ。あのね、朝ごはん、もう時間なすぎてヨーグルトしか食べられなかったんですけど、なんかあのヨーグルトの上に乗ってるマンゴージャムがね、あれマンゴーのジャムだったんですけどね、めちゃくちゃ美味しかった、びっくりした、本当に。なんかすごく質のいいホテルでありました。料理長金星って書いてあってね、なんかオリジナルのあそこで作ってるやつのようでしたけどね、他にもなんか、ジンジャーなんとかティーとかあってね、ジャムみたいな、生姜と柚子みたいなのをこうなんかこう混ぜ物にしたやつをお湯で溶いて飲むみたいな、あれも美味しそうだなとか、まあ、思ったんですけど、野菜炒めとかもね美味しそうだった。うわ、時間ないのが残念だ。横断歩道を渡したらね、車がものすごい勢いで急乱各地スイーッと私の前を入って通過していって、横断歩道の歩行者優先とは何だったのかっていう感じの、珍しい体験をしたんですけども、ネットで筑豊ナンバーの車には近づくなみたいな書いてあるんですが、まあそんなやばい運転をする筑豊ナンバーの車なんて一部なんだと思いますけどね、ただ珍しい体験をしたことは事実です。7時22分、あと3分後に出る筑豊本線に乗ります。